ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はサファリ王国ケニアについて触れてまいります。アフリカで最も標高の高い山キリマンジャロのふもとには広大なサバンナが広がり、無数の野生動物が生息しています。ケニアでは迫力満点のサファリを体験できるツアーが目白押しです。野生動物を求めて広大なサバンナをひたすらドライブし続けます。当然陸での活動が中心のサファリツアーですが、気球で上空から野生動物を眺めたり、水中でカバを眺めたりするような変わったツアーも体験できます。また宿泊施設もサバンナの中にあるとは思えないような高級リゾートホテル並みのロッジが大半です。中には部屋の窓から野生動物を楽しめるロッジもあります。ケニアは動物好きな人であれば一生に一度は行ってみたい国であるでしょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はサファリ王国ケニアについて触れてまいりました。